大立連4月昭和42年4月は、日本の技術者、政治家、元米子成功所長、元常実村会議員、鳥取県西白郡常実村の農家に生まれた、忠次郎の長男、米子中学を経て明治44年大阪高等、工業学校卒業、米子成功所に迎えられ、生涯ここに留まって、技術の研究開発に努め、 成功業の基盤を確立した。大立が所長になったのは、坂口と与蔵所長が没した、昭和5年頃からと思われる。その頃から、荒持香る、今井金組の二人と信仰を結び、歌い、語、旅行などの声優を楽しんでいる。戦後、大立は野に帰って百姓を始めた。昭和42年4月死去。大立が与那古に戻った理由について、 かつたが、他の人物誌106から107ページによれば、大館が大阪からまっすぐ成功書に帰ったのは、高等工業時代、坂口家から学費の援助を受けたことが一つの理由であったと思われる。日露戦争の結果、工業近代化が進展する中で、彼のような新進気鋭の技術者が、固い中の小さな企業に留まることは、到底考えられなかったであろう。 それだけに、大立の存在が、各方面から注目されたことはもとよりだが、実際、技術的に成功していたことも、当時の資料によって十分伺うことができる。という。在海人物選手昭和14年によれば、大立の肩書きは、17位、在京陸軍不評注意、米子商工会議所議員、常日村会議員、 鳥取県鉄鋼機械器具工業連合会理事長、在京軍人会常実分解顧問、日本総大寺米子成功所工場長である。米子成功所について、かつたが他の人物誌106ページに、米子成功所といえば、米子では明治以来発達した機関産業の一つで、特に戦前の市民には馴染み深く、戦時中は学徒動員して増産に努めた。 軍需工場であった。その創立は、実に、明治38年に遡る。産業革命の先駆者であった、初代、坂口平米らによって、米子町内に設立され、刃物工などの特殊工を生産し、その製品はほとんど軍需用として、公兵工や海軍工商などに送られた。とある。宗教は、相当宗。趣味は、語、用曲、釣り、読書。 ありがとうございます。